どうも皆さんこんにちは、はるにゃんでございます。はい、久しぶりの動画更新でございますかね。見たらまあ3ヶ月4ヶ月近くね、はい、ちょっとお休みしていたんですけれども、今回は私の近況なんかをいろいろ話していきたいと思います。まあいろいろそうね、子供のことだったりとか自分自身のことだったり、まあ、病気のことだったりね、まあ今後についてとかね、いろいろちょっとフリーな感じで話していきたいので、よかったら聞いていってください。はい、はい、ということで皆さんは私がお休みしている間どんな感じで過ごされておりましたかね。うちはですね、1月とかねちょっとやばかったんですよ。なんかねコロナになっちゃって、あの長女がね、あのそれも後でお話しするんですけど、あの卒園遠足があって1月の、ま、終わりぐらいに、でその後になんか帰ってきた途端にすごいぐったりしてて、辛い、だるい、きついよとかって言ってて、でそう、その後にあの検査したらコロナ陽性になって、でまず旦那が移って、でその後私も移って、なんか長女は3日ぐらいでもう熱も下がってすごい元気になっちゃったんですけど、なぜか次女だけはずっと陰性でなんかピンピンしてて、一番ダメージを食らったのは私と旦那でしたね。もう4日ぐらいずっと39度台が下がらなくって、食欲もないし、こうなんか節々が痛いし、もうとにかく熱が高い間本当動けなかったです。だからもうあの夫のね、実家からもなんかいろいろ救援物資いただいて、あの食べ物とか冷凍食品とかもらったりとかして、そうですね、まあ1週間10日ぐらいは過ごしていた感じです。でその後も子供たちはすごいもうピンピンしてたんだけれど、私とか旦那もそうだったんだ。なんか熱は下がったし、まあ一応と良くはなったんだけど、なんかこうちょっとこうなんか動いたりなんか作業したりすると、なんか体がだるい、なんかしんどい、疲れやすいみたいな、なんか謎のそういう症状があって、まあちょっとなんかよくね、コロナってまあいろいろあるみたいですけど、なんか後遺症みたいな、そうそう、なんかちょっとそういうだるさが続くっていうふうに話を聞いてたので、旦那もこれかねみたいな話をしてたんですね。でまあやっと回復して、わいわい、みんな家族ね、あの無事に回復できてよかった、うん、コロナ大変だったねみたいな感じだったんですけどその後に今度は次女がインフルエンザになってでインフルエンザまた周りがバーッとかかって、まあちょっとほら予防接種もしてたからそんなに、ま、あのひどくにはならなかったんですけど、でもやっぱずっと連日ね、お休みが続いて、結構そうもう1月終わりから2月の半ばぐらいまでバタバタっと体調崩しちゃった感じがありましたね。そのこんなで年明け早々それかみたいな感じになってました。はい、でその後にまだね、最近なんですけど、まあ3月のね、18日に無事に長女6歳年長なんですけど、卒園できました。もうボロボロでもう大泣きしましたね。もうなんか歌歌ったりとか劇をやったりとか、あとはねうちの目の前に来てなんかねお手紙をなんか書いて、写真付きの、みんなそううちの保育園やってたんですけど、こうお手紙をこう祖母まで渡しに来て、ママとか育ててくれてありがとうみたいな感じでこうやって渡してきて、うわーぶわーって泣いて、いやもうあんなにね、私の動画を長く見てくださってる方はですね、まあちょっとまだ何それ知らないっていう方、私のね出産のはいエピソードトーク動画、長女次女バージョンで出してますので、よかったら見てみてください。だからそんな感じでね、もう大変な思いして命がけで産んだ子供がね、もう6歳ね、こう立派にね成長して、ママ育ててくれてありがとうなんて言われちゃったらさ、もう今言っただけでやばい、うるうるするわーとかって泣いちゃって、もうダメでしたね。でその後もなんかその劇とかもやったんだけど、もうみんなですよね、もうみんな一生懸命長いセリフとか難しい言葉のセリフを
もう1月ぐらいからずっと練習して覚えたんだろうななんて思って、もうそれでもまた感動みたいな感じで、あ、こんな私こんなセリフ長いの覚えられるかなっていうぐらい、いやみんな立派で、普段やっぱりほら何気なく家で喋ってる姿もうね、まあ娘なんだけれども、なんかこうそういう晴れ舞台また違ったところで見る娘の顔、いやこれからね、まあ、またね小学校とか楽しみだなと思いますね。また成長を感じて、一人目長女だからやっぱひとしおそういうのも感じるのかもしれないですね。あ、だからそういう時にやっぱ親の喜びっていうのが、あーなんか感じましたね。まあ多分ね、私のチャンネル子育てをされてるあのお母様とか結構多いと思うんで、その気持ちわかるとか、あ、そうなんだこれからドキドキみたいなね方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、子供はいいもんだなと思いましたね。もういろいろありますけど、でもやっぱもう、はい、卒園式を迎えて実際ね見て、あーもう子供っていいもんだなっていう風にね、はい、感じました。でもうちも保育園がそろそろもうラストデーになってくるんですけど、まあその後ちょっと小学入学まで、はい、時間があるので、まあその通学路の行き来練習、まあ信号とかね車通り激しいとことかもあったりするので、まあ、何回か行き来したりとか、長女私となんか味覚が似ててお寿司好きなので一緒にちょっと美味しいお寿司ランチを食べに行こうかなとか、ちょっとお洋服見たりしようかなとか、入学前にそうそう歯の検診とあのクリーニングしてもらおうかなというふうに思って、まあ、そんな時間に当てたりとか、あ、こういう時間もね大事にしていきたいなと思います。でこれからねやっぱ小学校で私今もう準備に追われてバッタバタなんですけどまた新しいお友達とかね学校生活大丈夫かなとかね、まあ最初のうちは毎日迎えに行っちゃうとは思うんですけど、本人はすごく楽しみにしてるみたいなので、うん、まあザ過保護過保護親ですけど、もう絶対迎えに行っちゃうでしょうね。はい、そしてお次がですね、まあ私自身のことなんですけれども、実はですね、まあ私過去にね自分が18年の摂食障害だっていう風に、はい、告白の動画を出していたと思うんですけれども、今ですね3月ぐらいからちょっと過食嘔吐、はい、あの症状が少し落ち着いております。なので今入ってませんね。今日で18日目、もうすぐ20日目になるんですけど、はい、入ってないです。まあそれはなぜかっていうと、やっぱりその娘がねもう卒園するんで、まあね、きっかけはいろいろみんなそれぞれだと思うんですけど、なんかあえて頑張ってね劇でセリフを覚えたり歌を歌ったり、私に対するねいろんな言葉練習したりとか、まあ卒園証書もらって一生懸命練習しててとか、そういう晴れ舞台の時にも私はずっと食べ吐きをするんだろうかって、これから入学ねとかするにもずっと食べ吐きするのかなってね、前日の過食嘔吐とかでねいつもこう頭が低血糖だったりフラフラしてたり調子が悪かったり胃が痛かったり、まあそんな不調な状態で見に行くのなんて、わあ嫌だなって思ったっていうのが一つと、あとはやっぱりもう本当に、まあ何度も思って、ね、ずっとこの18年、ね、常に思ってはいましたけど、まあ本当に吐いても何もならないんですよ。やっぱその過食嘔吐はダイエットっていうものが最初からあったっていうのもあるんですけど、だんだんとやっぱ自分のそういう人間関係だったりとかストレスだったりちょっともやもやする嫌なことをやっぱり過食嘔吐で逃避してた、まあ、ぶつけてたっていうところがやっぱりあるので、うん、でも本当にやっぱ吐いても何にもならないんだよなって、うん、なんでもうぶっちゃけちゃう、なんであの人のために変に悩んで自分がいっぱい泣きながら食べ物詰め込んで吐いて具合悪くなってみたいな、で次の日も調子悪くって、そんなのなんかもったいないじゃんっていう風に思えるようになってきてて、うん、だからやっぱりそう吐いても何にもならんって、やっぱり自分自身の問題だし、それになんだろうな、まあ、その嫌なことがあっても過食嘔吐で片付けることはないじゃんと思って、過食嘔吐で
片付けなくても別の方法で解決する方法、自分の心を楽にする方法はあるんだろうなぁなんていうふうに思えるようになってきてたら、まあ必要ないかなっていうふうに思ってました。で、まあ今後のこともちょっと話すんですけど、ちょっと来月ですね、ちょっとある方とコラボをする予定で、でそこでちょっとまあねお楽しみ企画があって、やっぱ過去のベースのハルニャンがあるとは思うんですけど、まあその摂食障害のこともそうだし、コンプレックスだらけなんですけど、なんかそれを強みにできないかなっていうふうに思っているのでね、だそういうのをちょっとねテーマに、はい、活動動画とかインスタとかやっていきたいかなっていう風に思ってますね。ということで、ちょっとベラベラと長くなりましたが、最近の私の近況でございました。それではまた次の動画で会いましょう。バイヤン。